どうも、皆さんこんにちは、こすけです。ドラゴンボールコラボの階級に、先日のゴッドベースで引いたアンドロメダを使って、攻略していこうかなと思うんですが、今回一つだけこだわりがあります。サブをすべて可愛さですね。女の子キャラもはやすべて可愛い、疑いの余地がないくらいの可愛さ。はい、パーティーの紹介ですね。はい、アンドロメダで、いずいずちょっとこれスキルまだ終わってないんですけどね。花流回って、花流花流、まあ、どっちもいいんですけど、回ってちょっとね、上げたいんですけど、今コインダンジョン来てるんでね。ただ今ね、ドラゴンボールコラボの方がちょっと急務なので、でスクールドも先日のゴッドベースで引いたんですけど、まあ、ポロッと出ちゃいましたね。なんかゴッドベースの引きは最近まあまあいいです。でバルキリーレイン2体、ちょっとね、英雄神ね、究極進化続々と決まってますが、サブにねやっぱ色バル欲しいっすね。まあ、色バルって各色2体ぐらい欲しいのかな。まあ、じゃあ今回ちょっとスクルド入れてる分、そうなん、特にそうなんですけど、まあ、カリンと悩んだんですけどね、僕ね、ツボネ持ってなくて、もう非常に、今回のこの動画だと別の意味でもまた悔しい。うん。ヘルメスとかちょっと入れたくないんでね。いや、いいんですけどヘルメス。非常にね、優秀なモンスターなんですけど、今回のこのパーティーには入れたくない。何の話してるかちょっとよくわかんないんですが、はい。フリーザをぶっ飛ばしに行きたいなと思います。宇宙一の可愛さで、はい。まあサイバーマンはね、もうあれです、特に何もないです。いや、あれですよね、サイバーマンみたいな生き物の目の前に、もうこの可愛さはなんと言うんですか、なんと言うんですか。攻撃体制で倒すな。いや、ちょっとね、こういう、なんて言えばいいんですか、なんて言えばいいんですかしか言ってないんですけど、女の子染めみたいなパーティー意識して作ったことないんで、初めて作ったんで、大きい、いいですね。お前、ほんとこのザーモンさんがね、ベジータのこれ、なんでこいつ2個抱えてんでしょうね。もう欲張りなんだから、この人ほんとに。これをね、集めて、倒しまくってベジータのスキルができるの、ほんとにきつい。きつい。一回ハマったとき70周ぐらいハマって、70周言いすぎた。何周だ？いや、あっ、金金金金落として金金、勝ちましたわ。いやー、初めて動画でアンドロメダー使うんですが、いいことしかないですね。いいことしか。あとスクールドもか。まあ、言ってば引き立てなんであれですけどね。スクールドはね、早く、まあ、今ソニアがね、トライフルーツ、トライフルーツっていうのは言わないのか。まあ、わかると思うんですが、はい、順番が今ソニアなんで。引き上げできないんですが、あーっと、ここバルの変換に行きたいんですよね。ちょっと盤面調整します。はい、いい、抜けそうだな。
そうで、スクルドのスキルができてないんですね。で、本当はね、プラスも食いたいんですが、まだその時じゃないだろうと。まあ、その時、はい。まあ、スキルがね、上がってないのになんかこう、振るのもなーなんて、悩みな、まあ、じゃあやっぱいいんすけどね、本当は。いちいち悩むより。ダメ、ここ倍率出したらあかんかったといえば。一発受けるんや。で、抜く。で、あ、そっか、別に受けなくてよかった。このパーティーなら受ける必要があった。で、ここは一発っていうか2、まあ、そうなんですよ。まあ実質したらここで2ターン貯めれる。うそ、目覚めた今。で、これでね、火作ってくれるんで、これでアンドロメダ使って、抜くっていうのが、まあ、本来の流れなんですが、まあ、盤面に運よく恵まれてるので、これにしましょう。まあ、アンドロメダのパーティーなんですけど、僕、ツボネが持ってないことが、もろに影響していて、カリンを牽制しづらかったりもしてて、まあ、まだまだ、なんていうか、試行錯誤するところはあるんですが、まあでもやっぱり、バルキリーの、ね、この、性能が非常に良くて、助かってます。もうね、やっぱ映画データとんでもない火力出ますね。それでは今80万出てましたから、まあ、大体6体1000万ぐらいの火力が出てるのかな。じゃあ最後ウルドバル1234567891010。13か、13、17の13の配置最近勉強してます ここに木を5個、一番上ので段に木5個と、で1234567891013で13番です。5たす13なんで、ほバブルス君みたいな声出しちゃう。え、待って、普通に組んじゃえばいいんですけどね。ただこうやってね、一回一回やらないといつまで経っても覚えないんで、僕ですけど、頑張ってみる。やばい、場所を完全に忘れ、難しいな。まあでも強い、すいません、まだまだでございます。ということで、ちょっとリザルトね、見ましょう。いい具合だったんで、ドラゴンボール、ザーボンさんと、キウイが落ちた。はい。あ、ギニューはダメか。はい。ということで、アンドロメダパーティー、初お披露目だったんですが、まだツボネ持ってなかったり、いろいろ、編成のところにおいて、パーティー編成構築において、まだね、足りないピースはありますが、まあ、ドラゴンボールコラボだとね、最後の
フリーザの第三形態から、まあ、ボスにかけての流れをささっと抜くために、まあ、イズイズとかのエンハンスをイズイズとかを編成しておくと属性強化が増えたり増えてよかったりとか、まあ、連戦系ですね。ボスの重いのが連戦で来るところだと飛行士に最近使えるなと非常に思ってます。アンドロメダお持ちの方ぜひやってみてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。